はい、こんにちはです。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、ついに今日2024シリーズ1に、グランドオープンしたんですが、このグランドオープンのタイミングで S ランクから D ランクまで計ですね、492選手が、一気に追加されたというところで、今回の動画はですね、2024シリーズ1で能力が大幅に変わった選手一気に紹介していこうかなと思いますので、ぜひですね、目玉選手の能力どのように変わったか気になるよと思っている方は、この動画最後までご覧いただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、お分かりしたと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、ということで早速ですね、2024シリーズ1で能力変更があった選手の能力紹介していこうかなと思います。で、このプロスペはですね、下位ランク選手に、それぞれですね、この数字を足すと、S ランク登場時能力というのがわかるようになっておりますので、今回はですね、この計算方法で紹介していこうかなと思います。まず、阪神大山選手ですね、大山選手の S ランク換算時能力が、ミートから76、79、67、こちらの能力で登場することが予想されております。で、大山選手はですね、ミパの数字はそこまで変わってないんですが、ファーストの守備適性がですね、S ランク登場時だと 72B まで上がるというところで、もし特殊能力の広角打法回などが剥奪されなければ、この大山選手はですね、本当にファースト最強の選手になるのかなと思っています。で、続いて阪神2選手目が投手の桐敷投手ですね。桐敷選手の S ランク換算時能力が9位から74、68、65。こちらの能力で登場することが予想されております。で、桐敷選手はですね、能力こそそこまで高くないんですが、球種がですね、ツーシームスプリットというところで、特にですね、阪神純正の方には、おすすめ度が高い選手かなと思ってます。で、続いて広島ですね。広島1選手目が坂倉翔吾選手ですね。坂倉選手の S ランク換算値能力がミートから76、76、76。なんと今回ですね、76全同値で登場することが予想されております。で、さらにですね、弾道もラインドライブと変わらなかったというところで、この坂倉選手はですね、特殊能力に広角打法さえあれば、相変わらずですね、現役最強のキャッチャーに上がってくるのかなと思ってます。で、続いて広島2選手目がアドゥア誠選手ですね。 S ラン換算時能力が9位から70、63、71、こちらの能力で登場することが予想されております。で、このアドゥア選手はですね、表参戦はそこまで高くないんですが、球種の方がですね、ムービングとツーシームを持っているというところで、本当に唯一無二ぐらいの、かなり強い選手になっているかなと思いますので、このアドゥア選手はですね、S ランク登場した際は、かなりですね、目玉選手に上がってくるかなと思ってます。で、続いて DeNA ですね。DeNA1 選手目が東選手ですね。東選手の S ランク換算時能力が9位から74、81、77。こちらの能力で登場することが予想されております。で、東選手はですね、そこまで表参戦は変わってはないんですが、球種の方がですね、ツーシーム C になったというところで、リアタイ的にはかなりの強化かなと思いますので、特にですね、DeNA 純正の方には、おすすめ度さらに上がった選手なのかなと思っています。で、続いて巨人1選手目が岡本選手ですね。岡本選手の S ラン換算時能力がミートから75、84、60。こちらの能力で登場することが予想されております。で、岡本選手に関しては表参戦はそこまで変わってないんですが、守備査定の方がですね、かなり弱体化入りまして、サードの守備適性がなんと61シード、サード B ではついになくなってしまったというところで、この岡本選手はサード守備適性 B のものからの、継承は NG になった選手なのかなと思っています。で、続いて巨人2選手目が坂本選手ですね。坂本選手 S ランク換算時能力がミートから77、78、75、こちらの能力で登場することが予想されております。で、坂本選手もですね、表参戦はそこまで変わってないんですが、守備適性の方がですね、メインポジションがサードになり、で、サブポジションのショートが 68C というところで、サブポジなので特殊で、ショート B にすることができなくなってしまったというところで、ついにですね、現役ショート坂本一強時代が、終わってしまったのかなと思っています。で、3選手目がもうすでに S ランクでは登場しているんですが、グリフィン選手はですね、かなり強化が入った選手かなと思っております。はい、このグリフィン選手はマッツラツーシームし、で、さらにですね、今シリーズからスプリットがついたというところで、かなり準備球団的に見ても強い選手になっているかなと思いますので、このグリフィン選手はですね、準備球団的にも、かなり強い選手なのかなと思っています。で、続いてヤクルトですね。ヤクルト1選手目がもうすでに S ランクで登場しているんですが、山田選手ですね。山田選手は今シリーズの能力がミートが68、78、79というところで、ついにですね、オール B ですらなくなってしまい、で、さらにですね、特殊能力にもですね、フリーヒッターがついてしまったというところで、この山田選手は正直、ゲーム的に言うと過去最弱の山田選手かなと思いますので、ここまで能力下がったので、
まあ、もしかしたら今年 TS で出る伏線なんじゃないかなと、まあ、個人的には期待しております。冷静でヤクルト2選手目がサンタナ選手ですね。サンタナ選手の S ランク登場時能力が弾道ラインドライブでミート80、パワー79、走力63、まあ、こちらの能力で登場することが予想されております。はい、サンタナ選手はですね、今シリーズミートがプラスされたというところで、まあ、さらにですね、まあ、最強の選手になったのかなと思っております。まあ、なので、まあ、特殊能力超広角打法が変わらなければ、まあ、本当にですね、ラインドライブ界最強と言っても過言ではないのかなと思っております。で、続いてヤクルト3選手目が村上選手ですね。村上選手の S ラン換算値能力が、弾道アーティストでミート79、パワー83、走力71。まあ、こちらの能力で登場することが予想されております。はい、村上選手はデフォルトミパ AA ではなくなってはしまったんですが、まあ、ミート 79B というところで、まあ、称号をつければですね、ミパ AA にすることができる選手になっておりますので、まあ、今シリーズもなおですね、まあ、最強選手には上がってくるのかなと思っております。で、続いて中日ですね。中日1選手目がビシエド選手ですね。はい、このビシエド選手がですね、まあ、かなり強い選手になっておりまして、まあ、今シリーズからなんと弾道ラインドライブ。で、S ラン換算時能力がミートから75、76、65。で、さらにですね、まあ、特殊能力に超広角打法を持っているというところで、まあ、なんとビシエドがですね、まあ、今シリーズ超広角ライドラで、まあ、登場することが確定しました。さらにですね、ファーストの守備適性も 64C あるというところで、まあ、このビシエドはですね、ファーストの中でポジション内最強格の選手に上がってきたのかなと思っています。続いて中日2選手目がライデル・マルティネス選手ですね。ライデル・マルティネスの S ラン換算時能力が9位から85、82、64、まあ、こちらのぶっ壊れ能力で登場することが予想されております。で、さらにですね、ライデル・マルティネスは、まあ、今シリーズからですね、スプリットの9位が S になったというところで、まあ、このライマルはですね、まあ、本当に今シリーズも最強格の抑え選手かなと思っています。続いてパリーグ行きまして、オリックスですね。オリックス1選手目が森友哉選手ですね。で、森選手もですね、まあ、なんと今シリーズから弾道がラインドライブになりました。で、S ラン換算時能力としては、ミートから78、77、73。まあ、こちら能力で登場することが予想されております。はい、森選手まだ特殊能力はチャンス20丸しか分かってないんですが、まあ、この第2、第3特殊能力が、まあ、おそらくプリヒッターとかがつくとは思うんですが、まあ、もしですね、まあ、広角打法とかがつけば、本当にね、まあ、最強の、まあ、キャッチャーになるかなと思いますので、まあ、この森選手は今シリーズかなりリアタイ的に使いやすくなった選手かなと思っています。で、続いて2選手目が今年の新戦力の西川選手ですね。S ラン換算時能力は、ミートから81、75、75、まあ、こちらの能力で登場することが予想されております。はい、西川選手はですね、まあ、そこまで能力は変わっていないんですが、まあ、今年もですね、まあ、ライト守備適性特殊すれば B 可能で、さらにですね、まあ、超広角打法を持っているというところで、まあ、オリックス純正の方にはですね、かなりおすすめ度が高い選手かなと思っております。で、続いてオリックス3選手目が山下俊平太選手ですね。 S ラン換算時能力が9位から79、72、70、まあ、こちらの能力で登場することが予想されております。で、まあ、表参戦はそこまで変わってないんですが、まあ、球種がですね、まあ、ストレートの最速が160キロになり、で、パワーカーブのですね、まあ、球威も A になったというところで、まあ、この山下選手はオリックス純正の方には結構おすすめ度は高い選手かなと思っております。で、続いてロッテですね。ロッテ1選手目はもうすでに S ランクで登場しているんですが、東選手ですね。はい、東選手は今シリーズめちゃくちゃ強い球種で登場しておりまして、2シーム D で、さらにですね、その他の球種もリアタイ向き。で、さらに特殊能力にタイピンチを持っており、で、新特殊能力超グラウンドボーラーを持っているというところで、この東選手はですね、準球団的に見ても、まあ、かなり強い選手なのかなと思っております。で、ロッテはですね、まあ、他だとそこまで能力変わった選手は現状は登場していないような球団になっております。で、続いてソフトバンクですね。ソフトバンクがかなりですね、まあ、能力変わった選手が多い球団になってまして、まず1選手目が牧原選手ですね。はい、牧原選手がなんとですね、今シリーズから弾道中弾道からラインドライブに変わって登場しました。で、まあ、能力の方は下がってるんですが、まあ、相変わらずですね、ユーティリティ性が高い選手になっておりますし、で、まあ、特殊能力もですね、まあ、超ラインドライブを持っているというところで、まあ、この牧原選手はですね、まあ、特に純正の方には、まあ、必須級クラスの選手になっているのかなと思っております。で、続いて2選手目が近藤選手ですね。近藤選手は表参戦はそこまで変わっていないんですが、まあ、特殊能力の方がですね、まあ、チャンスから対エースになったというところで、まあ、この近藤選手はですね、ベスト9のものからの、まあ、継承は NG になったのかなと思っております。で、続いて3選手目が山川穂高選手ですね。山川選手の S ラン換算時能力がミートから67、80、58、まあ、こちらの能力で登場することが予想されております。山川選手はですね、そこまで能力変わらずに登場することが確定いたしましたので、まあ、ソフトバンク純正の方はですね、まあ、特に必須級クラスの選手になっているのかなと思っております。で、続いてソフトバンク柳田選手ですね。柳田選手の登場時能力がミートから80、80、79、まあ、こちらの能力で登場することが予想されております。はい、ギータもですね、まあ、今シリーズオール A ではないんですが、まあ、ミートパワーがデフォルト 80A 同士というところで、まあ、相変わらずですね、かなり強い選手になっております。まあ、ですが、まあ、守備適性の方がですね、まあ、ライト守備適性 D55 まで下がってしまったというところで、
まあ、この柳田選手はですね、まあ、基本的には DH 代打起用がメインになってくる選手かなと思っております。で、続いて楽天1選手目が浅村選手ですね。浅村選手登場時能力がミートから74、81、72、まあ、こちらの能力で登場することが予想されております。浅村選手はですね、まあ、弾道アーティストになるんじゃないかと噂されていた選手にはなっているんですが、まあ、今回はですね、まあ、変わらずパワーヒッターで登場するようになっております。で、浅村選手はですね、まあ、今シリーズからメインポジションはサードになったんですが、まあ、セカンドの守備適正 63C というところで、まあ、今シリーズもですね、まあ、セカンドでの、まあ、起用がメインになってくるのかなと、まあ、ゲームの中ではセカンド起用がメインになってくるのかなと思っております。で、続いて楽天2選手目が庄司選手ですね。庄司選手の S ランク換算時能力が9位から75、62、72、まあ、こちらの能力で登場することが予想されております。はい、庄司選手はですね、まあ、賛成はそこまで高くないんですが、まあ、今回からですね、まあ、球種にツーシームがつき、ツーシームスプリットの選手になっておりますので、まあ、特にですね、楽天純正には必須級クラスの選手になってきたのかなと思っております。で、続いて西武ですね。西武はもうすでに S ランクで登場しているんですが、まあ、なんとですね、まあ、平選手と水上選手にツーシームがついたというところで、まあ、本当にこの2選手はですね、西武純正は獲得必須級の選手かなと思っています。で、さらにですね、西武でいうとこの中村選手はなんとですね、まあ、弾道アーティストでミート72、パワー79、走力66、まあ、40歳にしてこの能力で登場する選手というところで、まあ、特殊能力降格打法がまだつくかは分かりませんが、まあ、本当にこの中村選手は化け物だなと改めて感じてます。で、さらにですね、この豆田選手は S ランク換算値能力は、まあ、9位から75、60、60になっているんですが、まあ、球種がですね、まあ、ツーシームを持っているというところで、まあ、西武では貴重なツーシームフォークの選手になっておりますので、この豆田選手もですね、登場した際は、まあ、かなりですね、獲得必須級クラスの選手に上がってくるのかなと思っております。で、最後日本ハムですね。日本ハムはそこまで能力変わっている選手はいないので、まあ、新戦力の山崎福也選手紹介したいかなと思います。山崎選手の、まあ、S ランク換算時能力が9位から75、80、76、まあ、こちらの能力で登場することが予想されております。で、まあ、球種の方もですね、まあ、相変わらずかなりリアタイ向きの球種になっておりますので、まあ、この山崎選手はですね、まあ、日ハム純正の、まあ、ローテーションに入るクラスの選手になっているんじゃないかなと思っております。ということで、目玉選手の S ランク換算時能力、 S ランク登場時能力紹介は以上にしたいかなと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ、ついにですね、まあ、今日グランドオープンし、まあ、結構ですね、まあ、今シリーズの場合ビシエド選手だったり、まあ、特にね、まあ、弾道ラインドライブの選手になった、まあ、ラインドライブになった選手が、まあ、今シリーズは特に多いなというところで、まあ、特にビシエド選手とかがね、登場した際は、まあ、必ず獲得して、まあ、ちょっと使用感試していこうかなと思ってます。ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、分かりそうだと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。